今回は一般的なコラのボトルのナイフ作り方をご紹介します。もちろんボトルは複数必要になります。でもその前にクリスマスのフニックをつけてみましょう。できました。ラッピングを外して瓶を全部取り出します。ナイフのスクルーの必要な本数はまだ決まっていませんが、またオレンジショックの蓋をある瓶を2本取り出しました。空き瓶が必要なので、この大きなグラスをコラを注ぐことします。ただ疑問は思ったのですが、コラからナイフのスクルーころことわかんなのなのですか、液体そのものを固定です。何か魔法のような方法があるんだろうか。いつやかやってみようと思っています。私のチャンネルを購読してください。さてさて、すべてをのボトルをバスカッタブに持っていて、それぞれのボトルを注ぎみましょう。その後ラベングを全部剥がします。またボトルからコラのリングをすべて外してキャップの横に置きます。そしてハサミでボトルを小さく切ってトレイを上に置いてきます。そんな日簡単なことで話し、ボトルの外もいでかなりの労力が必要です。しかし40分後すべてのボトルがカットされ、我々は次のステップに移動します。あとは包丁になるビレットを作るためにどうやって溶かしていくは、最初は結節用ドライヤーで温めようとしたのですが、均等に加熱することができずに、プラスチックの溶け方が場所によって違っていました。そこで金属のトレにホイールを乗せてペットボトルのケーキを作ることにしました。そうそう、普通の電気オーブンでプラスチックを溶かすことにしました。ネットの情報によると2グレス2度あれば十分だそうです。10分後プラスチックが変形し始めました。そして30分後には液体になった。やってしまいました。しかし思ったほどではありません。うちの盤は少しねじれてしまいました。折れ曲がったが包丁は嫌なので、これを直さないねといけません。どうやって直したと思うも、直さなかったもう一度やり直すことがしたコラをもう一箱漏れてきて、またしてもすべてを注ぎ出して、それぞれを注ぎ、最後にすべてのボトルを切った。でも今回はくっつかないようにホイールの上にバックペンガンを押してます。そして何を操作する、今回はすべてうまくいきました。嬉しいが少し焼けていますが、それでもなんと簡単に切り離すことできました。というわけでかなり良い皿が出来上がりました。装飾がとてもいいですね。どこかの惑星の表面の夜といえばミルクイルクのパッチの湯です。冷めた後のプラスチックがなぜか透明で鼻くしろっぽなってしまいましたが、それはそれでいいです。今度イケアの本調に手を取り、どの形のベースをしていいか、それを皿のによって輪郭を描き始めます。マカでヘイライマしてみましょう。いい感じになりました。あとはマンリキに入れて専用地獄数の切り出します。厚みのある板になってしまいましたが、簡単に切れました。割れたり割れたりしないように気をつけなければならない。未来のナイフの花は厚かった。だから少なくとも何かを切ることができるかどうかはすでに疑っていた。着間やすりで少し切つ決まったが、プラスチックはマモに強いことが分かった。硬いけどガラスのようにもろい。でも誰は簡単にできるとは約束してませんでした。ということでスユスリで削しています。まずはすべてのエッジ滑らかにすることから始めて刃先を改正していきました。プラスチックの上
の部分の取り除いた後目の洗いやすりを持ってきてました。そしてここで新しいものが出てきました。これは包丁研ぎ石です。これを5分ほど水に浸しておくと、プラスチックの破片が石に付着してキャンナー詰まらさせないようになります。ホルダーの上に置いて研ぎ始めます。片面だけを置くズタに、のち石をさらに細かくしていきます。そしてさらに細かい目の石を取って、この作業を繰り返し変えます。このような石を使った作業は珍しいですが、うまくきっといいですね。結果はこんな感じです。ジニーキッチンホイルを1枚取り、包丁の上の周りを折り曲げて再除草を注ぐための型を作りました。次に細かく刻んだボトクラップをリングを用意しました。その後我々はフォームの内側に全てのそのプラスチックのロドします。最初は非常に良かったが、後でそれは我々がそれを必要とする方法を透かしていませんでした。結局こんな感じねってしまいました。何と呼べばいいのか、カッタチーマミミレの鼻水と呼ぶのが一番だな。とにかくこれではダメだった。別の方法を考えて、キャップを切って瓶にプラスチックを混ぜたのよ。こんな感じですか、くかい形に待ってまめした。この組み合わせでうまくいくはずです。では焼いてみましょう。30分後にはいちごジャムとクリームのようなものが出来上がりました。盤を外したので、受講菜を皿上がってきたので、それをほちょれに回していきます。同じようにプラスチックに上の部分をアウトレンカして、同じジグソーで切り出します。前のものに比べればだいぶマシになって、でもこれも大事にしないといいかもしれんね。端の部分をヤスリで滑らかにしました。あとウェポン騎士を2本とぶ盤の外したので、受講な皿上げてきたので、それを包丁入れに回していきます。同じようにプラスチックに上の部分をアウトレンカして、同じジグソーで切り出します。前のものに比べればだいぶマシになった。でもこれも大事しないとでかませんね。端の部分をヤスリで滑らかにしましました。あとはウェポン騎士の2本と分で混ぜました。パッドの上から接着剤の糊、ナイフに接着し、ネジ留めで締め付けていく。2時間後にはナイフが完成しました。個人的な意見ですが、とってもかっこよくて変わった感じします。これで何か置けてみましょう。まずはキュウリを振り回して切ってみた。包丁はうまく機能して、キュウリはバラバラになってきてきました。しかし不幸が起こりました。包丁がライトスタンドにぶつかって粉々になってしまいました。せっかく頑張って熟った包丁のなのに、自分に楽しい悲鳴なかったので、とても残念でした。残念なことです。でもスティーブンは面白いアイデアを持ちつきました。すべてのピースを集めて、調整カーズ材は使ってパズルのピースにす集めけてました。でもまだ足りないピースもありました。そこでガスバンナの使って同じピースの音を透かして、欠けているピースを半濁ぜしてみました。そしてヤズリなどを使って丁寧なにめらかにしていくと、ナイフが新品のようなにました。これはクリスマスの奇跡ですね。今度はもう一度テストしてみます。この包丁で野菜をたくさん切ることができたのには驚きました。でも包丁がかなり太いので簡単には切れませんでした。しかしスーパー結果出して、スチールナイフに近づける
つもりはありませんでした。この動画の目的は普通の包丁のない用品を探すことではありません。毎回事件のようなものです。異なる錠剤からナイフを取り出す方法やテクニックに興味を持っています。最終的にかなり良い結果が得たのでとても嬉しいです。ダンブルのホイールで使ったナイフをカーナイフが合流します。